こんにちは、シュです。本日もクエストやっていこうかなと思います。で、ここの雪原の暴君、コキュートス出現。コキュートスって多分本編にいないオリジナルキャラだと思うんだけど、ちょっとこれやってみようか。これをやりましょう。どこだ？雪原って言ってましたね。うわ、行ったことないか。これね、あれなんですよ。闇ドロップないんで、道中が、モンスター出るって嫌なんで、一回アーマー変えよう。こっちで行って、ダンジョンに着いたら、アヌビスアーマー使っていきますか。どっからが一番近いかな？ここかな？いや。普通にこっちだな。こっから上行きましょうか。怪しいね。もうドミニオンだよ、私。そう、この上行けなかったんだよね、ストーリー前だと。あったあった。うわ、随分近いな。雪原の暴君、コキュートス出現。多分、水タイプなんじゃないかな。とりあえず、パーティー変えて。あ、なんかコメント欄で、アヌビスのソウルアーマー進化できますよーって教えてくれて、本当に見たらパワーアップ進化ってあって、進化できたからそのうち進化させたいな。やっぱ進化させた方が強いんで、確か分岐でね、片方が8コンボから倍率が上がって最大、100倍で、あの、光アヌビスと同じだね、本編で言うと。で、もう片方が、おー、鍵付きだ！これダメージでかいかな。とりあえず組んじゃおうか。さあ、闇ドロップないのか。闇ドロップないね。ここあんま組んでも意味ない気もするけど。オッケー、来たね、闇。これでワンパンさえされなければ。うわー、やべ、盤面暗くされる。見ろ、見ろ、見ろ。あんまり覚えてないけど。盤面暗いも苦手だな。やばい！ちょ待って、コンボ数がしょぼい。え、ただだよ。ここで100倍決めれば大丈夫。ここで100倍決めれば余裕。いきます。よっしゃ、耐えた！今もうね、やられる感じしかしてなくて、喋んのやめてたんですけど、オッケー、この耐えたのはでかい。パズルが乗ってないな。オッケー、うまい！ 5、6、7、8K! よっしゃー！どうじゃ！よし、これで鍵ゲットしたんで、どこに行けばいいんだろう。下かな。違うね。右か。とりあ、この子スルーしたいな。オッケー。宝箱か。取っちゃおう。お、いいね。黄金の仮面。あれ？なかなか行く道がないですね。この下かな？おー、ちょっと違うけど、これは一応やっとこう。やばい！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 やめて！この宝箱が気になってた。お、銀の D メダルか。こいつちょっと怖いな。いける？あー、無理か。あれ？なかなか行く道が見当たらないな。あれ？
結構長いからもしかしたら次がボスかもしれないな。結構エリア自体、あれない、他行ってないとこあれか、右下行ってないな、右下。いやだからここ結構敵いるからね、チェインはさせたくない。あれない、行く道がないぞ。いや、チェインか。ちょっときついかもしれない。確実に100倍出してこう。うん、いいんじゃない？ 4、5、6、7、8、9、10、OK！ これはいったでしょ。お、いいね、ミスリットゲット。右上か、右上行ってないな。右上に行っていないはず。よっしゃ、やっぱここだ。オッケー、わあ、ボスじゃない。宝は無視しちゃおうか。おー、ここも鍵付きか。結構長いね、ダンジョンっていうか、一つのエリアがすごい長い。お、いいね、金の宝箱は取ろう。いないなー。お、金の宝箱。お、いいね、金の D メダルは嬉しい。お、いた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 、君だよ、君。この子ね、多分ダメージでかいと思うんですよ。なんで、この2ターン2ターン以内に倒さないと多分負けなんじゃないかな。待って、だいぶミスった、だいぶミスった。次で決めよう。だいぶミスった。まあ、ここで決めれば問題なし。OK じゃない。5、6、7、8、これで10コンボいったんじゃないでしょうか。よっしゃ、じゃあ戻るか。よっしゃ、行きましょう。多分ボスね、先生でっかいのなければ勝てると思うんですよね。ちょっと、お、鍵付きか。やばいな、チェインさせるしかないか。ここちょっと鬼門だな。いや、絶対強いよね、これ。おお、めっちゃ強そう。一刀両断。あぶねー、死ぬかと思ったけど生きてる。落ち込んゼロかー。ここ絶対やばいよね、ここで仕留めないと。盤面がちょっと難しいな。よし、次で決めよう。ここで決めれば大丈夫。攻撃耐性闇とかはさすがにいらないと思うんですよ。このまま行っちゃおう。これでワンパンいけるかな。お、いいね、闇落ち込み1個乗って、うわー、やばい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 、いった？
うわ、危ねえ。結構ギリギリだった。勝った。いいね、進化後でドロップしてくれるの結構嬉しいな。多分そろそろボス来んじゃないかな。 HP 回復。おお、まだあんのか。スキルターン、オッケーオッケー。いいね、みんな溜まった万全の状態でボスだ。なんだかんだパズルミスったりしてたけど、結果的に、あ、欲しいな。結果的にみんなスキル溜まったんで、こっちかな。とことん外れるな。こっちか。オッケー。おっと、まだあんのか。長いね、ずいぶん。ここは鍵付きじゃない。いや、このさ、敵の、図体がでかいから結構当たっちゃうんだよね。おっとー。いや、ドロップ見えなくなるの結構やだな。うわー、ボスか。いや、ボスの前に一回ドロップ解除させてから行きたい。よし。ボス行きまーす。どんな姿なんでしょうね。呼吸突だっけ。おー、なんだこいつ。すげえ、初めて見るキャラだ。さあ、でもでかい先生最初なければ勝てると思う。スノーストーム。あぶねえうわぁ、危な。威嚇ありだな。初手威嚇？ここ全力でいっちゃうか。これ使って、組みやすくしてからの、チェンジ頭使っちゃおう。いきます。どう？盤面最大。7、8、9。うわ、これでいくか、ワンパン。400倍。よし。じゃあ、ドロップして。オッケー、ドロップした。おお、かわいい。なんだこいつ。なだれ。一ターン。敵を、一ターン、四ターン遅らせる。え、めっちゃ強いじゃん、もう。テンション上がって神神。敵1ターンのターンを4ターンを食らせる。わぁ、いいね。ジャッジメントチェーンじゃん。なんかボスっていうよりここに行くまでがめちゃめちゃ難しかったな。よっしゃ。じゃあ、ということでね、ちょっと結構今回パズルグダグダだったんですけど、これで終わりたいなぁと思います。バイバイ。